あと少し、あと少しで終わる RTA、はぁ、始まるよー。今回は大書庫のアイテムを回収しつつ攻略し、スペル関係の収集トロフィーを獲得していきます。大書庫3周目に、佇む誘引の指輪プラス2、が配置されるので、その周辺のアイテムを入手していきます。というわけで、20秒のロスをしながら、ゲルトルードの3デブの末塔まで登っていきます。危うく死ぬところだったでござる。この書とかは必要なので開通しておきます。さて、到着しました。くさび石の原盤、に用はないので、デブは無視して階段とはしごを登っていきます。狩人の指輪、を入手。そのまま下に降りて、佇む誘引の指輪プラス2、を入手。中に入って、なんか囚われているように配置されている、パーティーグッズ、を入手。嫌な思い出しかない針の上を落ち着いて進んで、祝福の奇跡、を入手。一段降りて、五郎の指輪プラス1、を入手して大書庫でやることは終わりです。さて、あとは総王子を倒すだけです。倒すだけです。これで各地で拾うアイテムはほぼ拾い終わりました。抜けがなければ、あとは、無名の王を倒して、貪欲な金の蛇の指輪足す2を回収して、終わるはずです。はずです。さて、3周目総王子です。実破的体力は少し増えますが、ほぼ1周目と変わりません。防御力が上がってよダメが減るので、結局は長期戦になりますが。またグダグダしてしまうんですが、多分視聴者の皆様も気づいていると思いますが、この RTA はボス戦や書とかの技術を求めるものではありません。とにかく忘れないようにスペルやアイテムを無駄なく回収することが重要です。トロフィーコンプリートがひたすら面倒だと評判。だったこのダークソウル3というゲームを最速でトロコンするにはどれだけかかるのかと疑問に思ったことは建前で、約定マラソンが必要なトロコンアタなんか絶対無理だろわらわらと思われてるのも尺なので、それを裏切りたかったのが本音です。ざまあみろ。自分の限界に挑戦したいってのもあったしね。なんか最近ゲームを24時間やってリアルに死んだ人がいるらしいね。怖いなぁとつまりしとこ。おっと、兄王子を倒しましたね。わーい。よし、勝利。結局練習してた、鳳凰サリバーン、と、ユーガリの鎧、と、総王子、では事故なしでしたね。練習してないボスで送ったのは、つまりそういうことなのでしょう。無事、総王子を倒せたのでここからはスペルの収集です。ルドレスさんに、錬成炉を渡し、指輪とスペルを作っていきます。指輪は3種、ハベルの指輪、予習の鎖、
鳳凰の左目、です。ソウルが一つずつしかないので、間違って武器を作ったら泣きます。あとは、住所のスペルをすべて作っていきます。続いて、カルラから闇術を学びます。ああ、座り方がかわいいんじゃー。聖書を渡した時の反応もなかなか面白いので、無理やり押し付けてやりましょう。あまり私を、いじめないでくれ、なんか続々し、呪術書2種類、聖書2種類渡したなら、すべて購入します。魔術と呪術と奇跡をすべて扱うことができるすごい人です。次はアンドレイに武器を変質強化してもらいます。わざわざ武器を購入しなくても、なんか知らんけど武器がたくさんあるので、ブルーの腐れ担当を変質していきます。そのために4種類の種火、ファランのホモ火、コロウのホモ火、巨人のホモ火、罪のホモ火を渡します。取り残さないようにしっかりとチャートを組みましょう。あとは各地で入手してきた奇跡を使用して強化していきます。変質強化の種類は15種類、通常強化も含めると16種類となっています。重厚、鋭利、熟練、蘇生、結晶、愚者、炎、混沌、雷、祝福、深み、闇、地、毒、亡者、です。それぞれ補正が変化したり、属性が付与されたりします。個人的には亡者派生が好きです。運によって攻撃力が上がる派生です。関係ないけど、なぜ運で闇術の攻撃力が上がらないのか。変質強化を終えたのでトロフィー、変質者のすべて、を獲得。続いて、コルニクス、から呪術を購入します。大沼、カーサス、イザリスの3種の呪術書を渡します。そして13種類の呪術を購入。呪術をすべて入手したので、トロフィー、呪術のすべて、を獲得。トロフィー名がダークソウル無印に比べて、味気ないのが、少し悲しい。絆を返して、次は、イリーナから奇跡を購入します。が、その前に、聖女の指輪、を購入することを忘れないように。聖書はカリムとロスリックの2種類でOKです。あとは10種類の奇跡をすべて購入。ヒモリメに、無縁墓地、で入手したヒモリメの瞳、を渡して、分岐エンディングの準備は完了です。この後ちょっと変な行動があるけど目をつぶります。何やってんだこいつ。強化忘れがないか確認しています。忘れるよりマシだけど、もっとチャートを信じて。奇跡のトロフィーに関しては、無名の王を倒して、嵐の落雷を入手してから獲得となります。指輪のチェックも今のうちにやっておこうかと思ったけど、改めて指輪の数を見たらげんなりしたので、チャートを信じることに。てか多分チェックシートを作って、取るたびにチェックしていった方がいいと思う。誰か隣でやって。まあこれは一人でやるのをレギュレーションにしているので、例えば生放送でコメントでサポートしてもらうのとかはなしです。それはまた別のレギュレーションな気がします。特にこの長時間 RTA ではある種、自分の限界に挑戦してる節がありますので。まあ一人でやってるって証明できませんけどね。まあその辺は投稿者と視聴者の信頼関係でおなしゃす。無名の王に備えて、能力を魔術師に振り直します。ロスじゃないのかって、楽に倒せる方法があるのに使わないなんて私にはできません。威力を60、持久を40、集中を40くらい振ったらあとは好きなように振ります。当然生命力優先。宮廷魔術師の杖、を罪の都で入手して、
他を抑えて微力99まで振った方が楽かもしれなかったですね。要検証。何度でも言うけど盾が邪魔。必要な時に手元にないのに、いらない盾は無駄にあるとか、盾に煽られてるんじゃないか、と考え出してしまった。もはや、ソウルの結晶槍をセットすればよいです。他はいりません。さて、ここでパート1で入手したエストの配瓶を用意します。振り分けは適当です。これくらいあれば余裕なはずです。あとは魔術用に指輪を付け替えておけです。幼い誘引の指輪、吠える誘引の指輪、で火力アップ。五郎の指輪、で栄翔速度アップ。魔力の機種の指輪、はカット率が下がるのでやめました。被弾はあるものとして扱え。あとは、宵闇の頭冠を装備して火力アップ。これで十分です。さて、無名の王です。苦手な人多いと思いますし、私も苦手です。こいつのためにわざわざ青ざめた舌を一枚多く集めましたので、無理せず自分の技量に合ったチャートを選択します。タイマーつければ RTA です。気楽にみんなもトライ。おい今の当たっただろ、クソ取りはしねえ。ああもうめちゃくちゃだよ。もうこの時点で毛ほども残ってないこいつへのやる気がなくなりました。それでも続けなければ、倒さなければ、ここからはとにかく距離を取って結晶槍を当てていきます。近づいたらしぞ。チキン、下手くそ、は、なんとでも言えばいいさ。もうエストがない。被弾多すぎ。でももう少し。勝てばよかろう。あと一発で終わり。死ねえ。あ、やばくね。このタイミングやばくね。ギリギリアウトじゃね。